こんにちは、プロ社畜とサイコバスの部屋にようこそ。ここは、プロ社畜とサイコバスの二人が皆様からお寄せいただいた仕事や人間関係など様々なお悩みについて語る部屋です。こんにちは、のざのざです。こんにちは、上水ゆうきです。こんにちは、アシスタントのまです。本日もよろしくお願いしまーす。よろしくお願いしまーす。お願いしまーす。はい、じゃあ早速、本日のお悩みに行きたいと思います。 ラジオネーム、白熊団子さん、東京在住の20代女性の方からです。上水さん、のざのざさん、まささん、いつも配信楽しみにしています。ありがとうございます。私のお悩みを聞いてください。OK。<laughs> それは、 余計な善意の断り方がわからないことです。具体的には会社で毎,毎日のようにお菓子を配っている上司のことです。私は甘いものが大好きですが、多すぎてお菓子を食べることがタスクのようになってしまい、楽しみが楽しみではなくなってしまいました。善意の上司に断ることもできず、お菓子をあげる先もなく、ストレスがすごいです。 良かれと思っている人を断る言い方についてアドバイスいただけたら、いただければ幸いです。ということです。ありがとうございます。あり,ますありがとうございます。ありがとうございます。ってことですかはい。<laughs> うん、困ってるんですね。<laughs> そうですね。困ってますね。あの、お悩みの前に、なんか今日、お二人のテンションがおかしくないですか そうですか,かちょっとね。む、無理くり上げてませんか <laughs> 寝起きなんで、ね。<laughs> 寝起きなんで、上げていかないとちょっと喋れないなと思って、無理してます。そうですね。そうです。自分もよく分かってないですね、テンションが。<laughs> <laughs> じゃあ、よくわからないテンションのソリューションを提供しましょう。そうですね。それでいきましょう。うん。お菓子を配っている上司。まあ、これね、最後の、ちょっと、なんてうかな。 よかれと思ってるし、断る言い方っていうのと、この具体的な事例とってね、二、うん、つありますけど、うんうん、ね、どう、どこから変動しますかお菓子もらって困りますって思ったんですけど、なんか、その場で食べないといけないみたいな空気なんですか、これは。ああ、どういう職場なんでしょうね。なんか、別にもらっといて、うちの、 なんかカバンとかに忍ばせといて持ち帰って適当に自分のタイミングで処理すればいいような、うん、気もしますけどう,、ね、うんうん、どん,どん溜まっていくうん、まあ、ストレスがすごくなるまでダメないかんかななんか究極だったらだっていいことではないけどストレス溜めるぐらいだったらもう、うん もらって食べずに捨てればいいじゃんって思うけど。<laughs> <laughs> ストレス食べるぐらいなわけですよ。はい、うん。私が、<ー>私が言おうと思ってやめた話を上水さんがダイレクトにしてくれ。<laughs> <laughs> 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 うん、いや推奨してないですよ、別に、うん、食べ物を捨てることは、うんはい、でもなんか、もうストレス溜まってしょうがないって言うんだったら、捨てればいいじゃんって思ったみたいな感じかな。いや、そうですね、私も家に帰って捨てればいいじゃんって一瞬思ったんですけどね、<laughs> うん、食べ物を粗末にするなって言われるかなと思う <laughs> <laughs>、うん、ダだめですよ、だめなんだけど、それはもう上司のターンで始まっちゃってるからさ。ううん、うん、うんうん それをなんか別に部下で回収する必要はないっていうかさか上司がさ、はい、食べたくない人に食べ物を与えてる時点でもう食べ物粗末してるじゃないですかうんはいはい、はい、マサさんどうですかいやこれ難しいっすね僕は困ったことがないのでおかしもなて喜んで食べちゃいますまあ喜んで食べちゃいますねそうですよねしいな大きくなったらそうだね <laughs> 大きくなってってるんで、おかげさまで。大きくなるっていうのを一つ選択肢ですよね。ああ、こいつ、こいつ最近、でかくなってきたなって思って、そろそろちょっと、私のせいかなって思わせる。そう思わせる、逆に。あ、いいですね、それ。逆にもっとちょうだいと、がめつくなることで、向こうがもうお前にこれ以上やらないっていう、戦略でいく。 でも、そっか。嫌ですよね、大きくなるのも。うん。もうストレスになっちゃってますからね。うんうんうん。うんうん。でも食べることが助てるってことが嫌なんですよね。なんか太るから嫌だとかいうことではなさそうですもんね。うんうん、うんうん。もともと甘いものが大好きって言われてますもんね。うん,うんうんうん。多すぎててそんなくれるのすごいね、上司。毎日食べきるのがしんどいくらいくれるってことですよね。 あれですよね。<ー>そんなに、そんなにいっぱいくれてるんだったら自分が何をあげたか覚えてないですよね、きっと。そうだなうん。だから、うんうん、貯めといて、たまには私からもつってもらったものをそのまま忘れた頃に返していけばいいんじゃないですか。ああ、返却をね。返却。いいね。<laughs> 確かに。なんか寄付するやつもありますけど、あれもなんか賞味期限がどれくらいとか、 未開封のものに限るとか、うるさいですもんね、うんは。袋ごともらわないとダメです。そうだね。うだねあ,あれですね。あの、上司が配ろうとして、袋を開けそうになった瞬間に、あ、それ、あの、全部くださいって,って袋ごと取って寄付するっていう。うん。うん、周りの人も助かるんじゃないですか。<laughs> 確かにね。でも、周りにさ、めちゃくちゃ嬉しい人がいるかもしれないですね。さ、お菓子、毎日もて。 じゃあそそのの人にその袋ごとあげればいいんですよ確かにね<の>でもあげる先がないのなんでなんだろう自分上司と私の二人きりとかなのかなうんいやもうみんなもらってるからってことじゃないですかいりますってあげればいいじゃんも同僚とかにさく君だって同僚にいたらさあ食べるっつってあげれるじゃん例えばあそうあじゃああれですねさく君を雇いましょうそれいいねまさ君にあげればさ <laughs> おかしい。お菓子置いとけばいいだよね。ああ、いいですね。お菓子部署作ってるじゃないですか。<laughs> <laughs> 上司が配ったお菓子の余ったものを処理する部署。派遣とかで、ね、たまに来る感じでいいじゃないですか。うんうんうん。うんうんうん。回収に来ました。食べきれなかったお菓子回収する、うん、業者として。 マサさんが営業かけて帰る <laughs> 確かに面白そうですね。うん、毎日だってお菓子で配ってるんですよね、うん、上司もちょっとこれ狂気ですよねどういうことなの毎日お菓子配ってるってね機嫌取りしてると思うどうなんですかねあげることが気持ちいいみたいになってるんじゃないですかなるほどねのざのざさんだったらどうしとかありますもし同じような環境が続いていて もらっってて持ち帰って家に置いておきますなあ生生例えばケーキとかそういう生ものだったらどうするんですかその場でで食べるしかないですね確かに <laughs> ケーキとかだったらきついね冷蔵庫に入れてるから食べといてねとか言われたらどうしますあそれだったらでもさ食べる時間はなかったんでっ、うん、って持ち帰るっつって持ち帰ったふりしてやっぱり処分できるんじゃないアリの餌にしたらいいんじゃない地球に返しますって。 地球に配ります、うん、<laughs> ダイエット宣言しましょう <laughs> ああそれいいですね<ー>今ちょっとダイエット始めたんでってでなんか、うん、みんなの目標にしてしまえばいいんじゃない、うん、もうマイナス何キロを目指しててとかって言ってさあじゃあちょっとお菓子はあれだねとかって言って <laughs> でもそういう時ってんかボロこぼれません会社の飲み会とかでボロこぼれてしまいませんあれお前ダイエットしてるんじゃないんだっけみたいな あ本当にするんですよ。確かに <laughs> 本当に、本当にダイエットをすると。本当にするんですよ、うん。本当にすればいいよね。実際だって今僕お菓子食べてないですもん。ダイエットしてるだからちょっとダイエット中なんでとか言えるかも。あそういうことですね。うん、一旦期間決めてダイエットして、うん、で、その後も、いや、もう、踊りたくないんで、 でずっと断ればいいんじゃないですか、うんうん、お菓子食べないキャラを確立するっていうねうんうんうん断、う、固、ん、た,たる決意をみんなに見せつけてうん痩せるんですはいはいそれいいと思う、うん、ちょっと私の前にお菓子を出さないでください誘惑しないでください多分、うん、甘いものが大好きですがって書いてるから結構最初の頃とかめっちゃいいリアクションしてたんじゃないかなって思うんですよねあ 上司が調子に乗って、こう、どんどん渡し出したみたいなのもあると思うから、一回この流れを断ち切るためにも、ダイエット宣言はいいと思うな。うんうんうん。うん。いいんじゃないですかいいと思う。もう完璧じゃないですか。ダイエット。はい。ということで、良かれと思っている人を断る言い方についてに関しては、面と向かって断る。<laughs> で、いいんじゃないですか。<laughs> いらないと。<laughs> はい。はい。では次のお便りに行きたいと思います。ラジオネーム、さえさん、福岡県在住の40代女性の方からです。上水さん、野沢さん、マ、ま、スさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。夫との関係についてご相談よろしいでしょうかペンと向かって断ります。<laughs> <laughs> ダイエット中ですからね。 1>, <laughs> 1年前に家を,建ては家を建てて住み始めたのですがその際夫婦の寝室用にキングサイズのベッドを購入しました <laughs> そこを気合い入れるところこの <laughs> 部屋もでき <laughs> 夫婦の時間を大切にしたいと思いだったんですが引っ越ししてきてから夫が寝室で寝なくなりました 夫は飲食の仕事のため帰りが遅く、夜中に一人でテレビを見ながら夕食を食べて、そのままソファー,ソファーで寝てしまう毎日です。うん、体にも悪いので寝室で寝るように何度か言いましたが変わらず、どうやら拒否されているようです。特に喧嘩したわけでもなく、夫婦関係は良好だと思っていました。関係を改善するためにできることを何かアドバイスいただければ幸いです。ということです。 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。サさんには幸運を呼ぶ、マサの壁紙、顔面バージョンを差し上げます。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます幸運が訪れます。うん、はい。もうか、もうこれで解決じゃないですか。可能性はある。うん、はい。うん。でもまだ届いてないんで。ね、そうだね。<laughs> そうですね。配信されるまでの間に状況がね、どうなのかもあかりますんで。うん。考えましょう。 ということですが、結婚してから寝なくなりましたっていうのが気になりましたね。風水とかですかね。まあ<え>、<laughs> うわさの <laughs> 噂の方学風水じゃないですか。完全に夫が寝室で寝なくなるみたいな方学があるんです。夫がソファーで寝てしまう方学みたいなとある可能性がちょっと風水詳しくないからわかんないですけど、可能性としてはありますよね。確かにゼロではないですね。ゼロではない。 <は>い <laughs> その場合は、上水さんが風水の占いの方を紹介してくれる紹介しますんであのでん、うん、もし風水だと思う場合は言っていただけたらご紹介します、うん、<laughs> そうです、まず一個あの、この時点で風水が怪しいなって思ったら、上水さんに連絡をくださいでもね、悪くどいからな、絶対紹介したくないんだな悪悪です、ね、<laughs> 悪徳商法だと思うな、ね。<laughs> 全量の風水脂を探しておいてください。<laughs> 全量の風水脂よね、うん。いい風水脂探しておきます。うん、はい。風水以外の場合はちょっと検討しましょうかね。はい。うーん。帰りが遅くとかって、これなんかめっちゃね、ヒントな気がしますけどね。前の家がどうだったか知りたいですよね。うんうん、そうなんですよね。そうですね前の家、なんか夫婦の寝室用ってのが、引っ越してからできたのか、うんうん、前もあったのか。 うんうん、前もあったけど前はツインみたいな感じでベッドは別々だったんだけどしを機に一つのベッドにしましたっていう感じなのかううんうん、うん、その辺りでも違うなーっていね,ね,えねえ違ってきますよねあとやっぱりその家の,その動線的にもついつい寝室まで行くのが面倒くさいとかもあるかもしれないし、はいはい、とか前の家だとそのの、うん。 なんていうの寝室で寝るしかない要はソファーがないとか寝室で寝るしかない状況だったから仕方なく仕方なくというかそこで寝るようななんとなく自然とそうなってたけど、うん、今はなんとなく自然とソファーで寝るような動線になってるみたいなのもあるかもしれないし、うん、結構その環境的にな問題も大きい気がするんだよなうな、んうん、それはあ,りあると思いますねだから夜中に帰ってきて起こすの申し訳なくとか実はうん ある日ソファーがないからベッド行くしかねえなみたいなんだったら単純にソファーが寝心地がいいっていうか、うん、もうね食べてそのまま寝れるみたいな感覚でやってたんだなってわかるしそれでも床で寝てたら拒否られてるみたいな感じはしますよね。うんうんうん 寝ねえねえねえ、ね、らもう相ねですよねえ、ね、相当なんか理由があるんだろうねうん,ん気使ってるパターンとかはないんかねあると思いますけどね,けどね遅くって言ってるからね夜中に一人でテレビを見ながら、うん、だから一人でご飯食べてるからねその後、うん、寝てるかもしれない寝室に入っていって起こしちゃったらとかね、うん、思ってるかもしれないし、うん、私も嫌ですね えっと、自分が旦那さんの場合ってことですか。ね、うん。寝てるかもしれない部屋に入るのをまず、あんまり気持ちのいいものではないというか、気を使うし、うん。うん、別のベッドだったらまだしも、同じベッドで、うん。まあ、ベッドに入るときに揺れとかが起きて、相手を起こしちゃうかもしれないみたいなことを考えると、気が引けますよね。引けますね。起こしてもいいよって言われても、うん、うん。でも、 嫌じゃないですかです、ね、<laughs> 人によるかもしれないですけど <laughs>、うん、キングサイズとはいえ押さずにいけるかなとかって考えるのも気が引けますよね、うん、そうなるとやっぱ相対的にこうソファーがいいところに見えてきますよね,すね何も気使わずに自分のタイミングで寝れるみたいな、うんうん、これちなみになんですけど、はい、このさえさんはベッドの環境で寝てほしいっていうことよりも 関係性を改善できるためにできることかい改善するためにできることって何ですかって来てると思うんですけど。はあ、でも、なんか、さエさんのこのお便り的には、うん、同じベッドで寝ることイコール関係性がいいことみたいな感じかなって思ったんですね。文丸的にはそう言ますよね、はい。それ以外のことが書いてないから。喧嘩したわけではない。 っていうところくらい。うん、でも、その、良好だっていうことは、反面、その、お互い、ある程度気を使って、相手に配慮して生きてるみたいなところがあると思うので、そうだね。そういうところが、あの、こういう、相手を起こしちゃ悪いから、ベッドに入らず、ソファーで寝ようかな、みたいな、そういう気の使い方に現れてきてる可能性もあるかなと思う。なるほど。あると思う。いや、それが、 かえって関係悪化してるように解釈されてしまう可能性はあるかな。うんうん、うん。そしてそれでな,なんかこう、なんだっけ。体に、体にも悪いので,で、ね、進室に出んでるよう何度か言いましたが、そうですよね。そうやらよね。なんかそうですよそうそう。体にも悪いのでとかっていう理由だと、やっぱりその、体に悪いかもしれないけど気使う方を優先するから、この、うんうん さやさんの多分、関係性みたいなところとして伝えてないみたいなのもありますよね。体に悪いと言われても、まあ起こすよりはそこで寝るかってなっちゃうみたいなの,の中で、さやさんはさ、ま例えばわかんない。うん、えっと、一緒に寝たいんだと、その一緒のベッドではい、はい、っていうのが伝わってない可能性もあるし。直接ね。うん、で、はいうん、なんかそれでなんとなくこう言ったのに。 ソファで寝とるわみたいな感じでむしろ、うん、良好なのに良好じゃなくしてるみたいな可能性ありますよね。うん、良好じゃないと解釈することによって自分自身がちょっとなんか不穏な感じになってその不穏な感じになっては夫が不穏になっていくみたいな,なんかこう <laughs> 悪循環に,、ねにまあ、だから良好だと思っていましたってだからん,んかこの辺をきっかけに良好じゃなくなっていったような香りもしますけど。うんうん なるほど。めっちゃあると思いますね。別に別の寝室で寝ることが夫婦関係が悪いっていうわけじゃないですか、ね。うん、その夫婦にとってお互いストレスがかからず、その方がそれ以外の場面でいい関係が築けるとかね、うんうん、あると思うので、うん。うん。旦那さんがどう考えてるのか、まあお話しできるんであればしてみてもいいんじゃないかなと思いますけど。うん。うん 聞いても教えてくれないっていうことなのかもしれませんけど、うん。ただ寝室で寝るように何度か言うっていうだけじゃなくて、うね、どうしたいのって、うんうんうん。それとなく聞いてみうん、うん、見られたらどうですかねと思います。そうですね。うん。引っ越してきてから寝室でなくなりましたって私っ気になりますよね。うんうん。環境要因大きい気がするけどな。俺引っ越す前は同じ寝室で寝てたんだけどツインだったから。 問題なかったけど、キングで一つのベッドになっちゃったから嫌になったみたいなこともあると思うんで、なんか理由を聞いてみたらいかがかな。そうですね、理由が分かればいけると思うし、その時になんに、キングサイズ買ったのにみたいなスタンスだと、多分もう言えなくなっちゃうから、うんうん、なんかそれさえも、まあ、夫婦関係の方が多分優先だと思うんで、うん、いい関係の方が。うん、だからそういう、うん、まあ場合によってはキングサイズのベッド捨てて、新しいベッド買うぐらいの余白を持って、うん、うん 夫がなんで寝室で寝ないのかっていう話を冷静にやれたら言ってくれるんじゃないかな、なんか、やっぱ言いづらいと思うんですよね、寝室用にわざわざキングサイズのベッドを買ったのにという前提で、なぜ寝ないんですかって言ったら、詰められてるみたいな感じがするから、いやすうん、もう買っちゃったもんはしょうがないんで、それは置いといて、どうするのが一番いいのかっていうのを考えた方うがよろしいのではないかな。うん いいんじゃないですか今後の関係の方が大事ですからね。はい。どうですかのぞのぞさん。なんか、いや、これもみたいな顔をされてたよ、ね、うに見えた。<分>いや、特にないですけど。はい。旦那さんは、ペンと向かって断るっていう、ソリューションを与えたいですね。はははははじゃあ、一応、関係性を改善するためにできることとしては、 風水で占ってもらうがいいんじゃないですかね。<laughs> そこに行くんだね。はい この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。仕事恋愛、家族の悩みなど何でも大歓迎です。また番組内のエピソードに対してソリューションをご提案していただけると嬉しいです。それぞれの専用フォームからご投稿をお願いします。Spotify や X で番組をフォローしていただけると更新通知が届くのでこちらもぜひお願いします。感想、番組の感想はハッシュタグシャチコパスでポストしてください。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。 ありがとうございました。